第18回おむすびミーティングが平成21年12月7日京都商工会議所で開催され、門川市長と京都商工会議所青年部 YEG のメンバーが青年経営者の地域社会への貢献などについて意見交換を行いました。京都商工会議所青年部は次代の地域の担い手としてより活力ある地域経済社会の実現を目指し、また文化の増進に寄与することを目的とし、平成3年に設立され、今日まで様々な活動をされてきました。最近では将来ある子どもたちへ夢と希望をテーマに掲げ、明日の京都を担う子どもたちに商売の楽しさ、喜び、難しさを感じてもらうイベント京都 YEG キッズフリーパークを開催されるなど、積極的に活動を展開されています。青年部の皆様と意見交換を行って門川市長は、こうして異業種の方々が集まり志高く京都について語り合い、また行動していただいています。このような京都の未来は明るいと感じました。これから先も若い人が連帯感を持ち、主導権を握り、提案型で取り組んでいただき、そして行政も共に考え、汗をかき、活動していければ、京都はさらに活性化していけると感じました。と述べました。